東京マーケットワイド東証アローズストックボイススタジオからお送りしています。この時間はゲストの方にお電話でお話を伺っていきます。岩井コスモ証券投資調査部国際課小川浩一郎さんです。小川さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっぱりゴールデンウィーク明けはなんか明るいムードでスタートしましたね。そうなんですね。5月の長い連休を抜けると休憩であったと、はい、これは雪国ですね。トンネルを抜けると雪だ。吉幾三さんの方なんですけれども。あ、そっちの方そうですね、はい、国境の長いトンネルを抜けると雪国であったということでありますけれども、通常ですね大暴落であったとか多いんですけれども、はい、今回は休憩であったということでありまして、まあ、大変望ましい状況ですということです。で、FOMC が終わってゴールデンウィークの4日連休入ったんですけども、その間に雇用統計が出てきました。はい、雇用統計ですね。 FRB は何でも知っていると、はい、ママかという感じですけれども、これ星は何でも知ってるですかね。そうなんですね、はい、でこれですね、おそらくですけれども、はい、雇用統計の内容を決して知っていたわけではないと思いますけれども、最新のデータがですね、まあ、逐次入ってくる中でですね、はい、ある程度、まあ、想像できたのかなということでありまして、はい、これからするとその FOMC でのパウエル、まあ、議長の発言も、まあ、なるほどなということでありますけれども、はい、この雇用者の変化ですね、ここですね 17.5 万人ということでかなり少ないということですね、はい、それから平均時給がしっかりと、まあ、まだ水準高いですけれども、はい、市場予想3月からと下がっていると。で、まあ、労働参加率、失業率は、まあ、ぼちぼちなんですけれども、これを見ると、はい、あ、確かに、金融引き締めの効果というか、これが、まあ、効いてきているのかなという格好でありまして、金融政策時間差伴うものでありますけれども、はい、いわゆるその、まあ、ナローパスと言われていますけれども、緩やかな景気の、まあ、減速というか、はい、そして物価の落ち着きというのもしっかりと視野に入ったのかなという感じで見ておりますということです。これ問題は情報修正されませんか来月って、そこですよね。これいつも変わるんですよ。そうなんです。これですね、2月の分は下方修正、3月は、まあ、情報修正されているわけですけども、はい、2月の分結構な幅で動いてるわけですね。そうなんですよ。ですので、まあまあね、まあことは悪いですけども、自由の国アメリカ、ね、大雑把の国アメリカですから、まあまあその辺あると思いますけれども、まあ、今の段階ではですね、なかなかいい感じでという感じは言えると思います。だ、手紙送るの忘れた会社が多かったんじゃないですか。いや、いつも言われるんですよね。季節要因の話とかですね、はい、その週並びの話で言われるんですけれども、まあ、一応雇用と賃金こうダブルできているということと、あとこれ以外 の, その話としましても、最近は仕事が見つかりづらいとかですね、みたいですね。従来ほど、従来ほどガシガシに強気で、いつでも辞めたらと、ね、はい、昔は10代のありましたけれども、そういうのはちょっと減ってるみたいですね。なるほど。で、まあまあ、数字はそのまま受け取るとしてですね、為替、なんか日銀さんいろんなことやってましたけど、ね、日銀さん、大蔵省と日銀が、そうですね、上田さん、はい、鈴木、それから神田さん、まあまあ、タッグ組んでやってらっしゃると思いますけども、為替介入と威嚇射撃の類似性と限界ということですね、はい、これ、どういうことかと言いますとです、ね、為替介入っていうのは、こう例えば、まあ、昔のまあ江戸時代でもいいんですけど、攻めてくるじゃないですか、向こうから、はい、ガーッと、はい、イギリス、フランス、オランダ、ロシア、アメリカみたいな、そうするとです、ね、こう撃つわけですね、来るなよ、こっちへ、言って向こう行け、言って、ザン撃つんですけども、ただ問題はです、ね、やっぱりその脅かしてもです、ね、はい、まあ、投機筋が迫ってくるわけですね、海賊みたいにこうそれを撃つんだけども、限界があるんですよね。やはりその国力がないとと、まあ、日本でいうとその金利差であったりとかね、その対外収支とかなんでしょうけれども、はい、それがないとその売ってですね、その脅かすのはいいんだけども、投機筋とかね、それからその、ね、そういうのを脅かすのはいいんだけども、やはり限界があるというのはそのわきまえる必要があるのかなと。だからそのファンダメンタルズのところがしっかりしない限りはですね、基本的に円売りというのは続くということを見てるんですけども、ただ一方でですね、はい、アメリカの景気が本当に減速するんであればですね、ちょっとそのドル円も一応160円つけましたので、はい、ちょっとその円高の方向にしばらく行く可能性もあるのかなという感じでありまして、まあ、難しいところですけれども、為替介入は限界があると。ただそのアメリカ の, その景気の減速的な金利の低下があるのであればですね、はい、そのもう為替介入しなくても緩やかに、円安がまあ収束という可能性もあるのかなという感じです。
そんなもん威嚇射撃なんてなって昔長州藩が撃ったら本当に攻め込まれましたもんねいやいやそうなんですよ。ですからねこれ大事なのはあの脅かす分にはいいんだけども薩摩もそうですけどね、本当に来たら負けちゃうんですよ。だからこれ何が言いたいかというと世界中の投機筋がよしと思ってよし円売りだとこう来るとですね、はい、その4カ国みたいになると大変なことになるわけですよ。だから脅かしとかなんかいけないんだけれども、ただ脅かすのと同時にそのファンダメンタルズとかですねその金融とかその辺をしっかりしないとそこだけではダメですよと。ただ、はい、あの短期的にはおお打ってきた怖い怖い怖いちょっとやめとこうかとこうなんですね、ちょっと本気だ本気だと日銀本気だと財務省本気だと他行こうってね他の国の通貨を売ってみたりとか、はい、まあ、そういうような感じでしょうね。だこれあのアメリカにしてみたらほとんど実はなんてことないですよ。あの人たちは基軸通貨だから。そうなんですよね。あの関係なくてですね、でまたあのもう最近はその日本昔はねあの日本に対する構造協議とかあります。最近中国ですから、はい、もう あまり相手にされてないんで、あのイエレンさんなんかも、まあ、まあ勝手にしなさいみたいな感じになってますけれども、ね、イエレンさんがもう意味ないことやってどうするのみたいな発言ですよね。そうなんですよ。ただ、まあ、あのアメリカはアメリカの都合あるでしょうけども我々は我々の都合ありますんでねで当然あの岸田さんもねその政局の問題とか悪いでしょうから、まあ、当然その辺も考えてやってるんだと思いますけれども、ただ、何回できるかとかですねその30兆円ぐらいしか枠がないとかいろいろ言われておりますけれども、もう2回やってあまり一番問題なのは、ね、こうやってもですね効かないとなると今度攻めてくるんですよね、はい、なんかバンバンバン打ってくると全然当たらんぞ言って当時は、ね、実際効かないでしょこれだって戻っちゃってますもんねそうなんですよ。よし行けってくると大変なことがあるんで、だからその辺はあの実力と、見せ方とかですね、はい、それからそれの効果とかその辺はもう非常にもあの戦略的でも本当にあの国を背負ってやってらっしゃるんで、ということだと思います。まあ、あの財務官も24時間体制でやってるってコメントが本当にあの頭が下がります。頭が下がりますよね、はい、大体日曜日の夕方に記者会見する何もノーコメントって何なんだろうと思ったんですが、あれですよね、あの沈黙は金なりとかね、はい、雄弁は銀なりとかありますけれども、必死で語らずとかもいろいろありますけれどもその辺 もう非常にその戦略的なあのメディア対策というんですか、コミュニケーションをそのマーケットとあるいは、ね、その取ってるんだと思いますよ。まあ、確かにね正式には5月末にならないとあの介入の有無って確認はできないんですけど、日銀の預金口座見てれば分かりますよね翌日。そうね、あの5兆強と3兆強ってなんか言われてますけれども、はい、29と5月2日で、ただまあいつでも行くぞっていう感じは見せとかないとですねまたぐわっときますんで。なるほど大変だと思います、はい、そして、決算の評価というところで4社出てますね、はいはい、これですね、あの左から3列目に事前予想というのがありましてですね、はい、で右側にその次に、株価騰落率というこの事前予想と私がしたものですけれども、はい、私はあの逃げも隠れもしませんのでこのように書いてますけれどもSMCI 戻ってますので少し、はい、グレー戻ってますということで、であのアップルですけれどもね、はい、こちらですねあの71点 で大規模株主還元と、はい、生成 AI の取り組みが依然不透明ということとですね、それから、まあ、AMD に関してですね、ここはもう少し評価されてもいいんだろうけども下がっていると、はい、で SMCI に関しましても、まあ、その前強かったのもありますけれども、業績かなり強かったんでここは、はい、ただ、1、3月の売上高が市場予想若干下がっただけでこう売られているということで、はい、アマゾンはですね、これはまああのちょっと順不同ですが、アマゾンはあのやはり利益率が改善していると、で生成 AI の収益規模が明確化と、はい、で業績予想は使用させるところで、ちょっとですね、テレコテレコというかですね、その事前の動き、それから、マーケットに評価するポイントがということでいろいろあるんですけれども、総じて言うとですよ、総じて言うと、やはり生成 AI は、大谷翔平さんみたいなもんですね。大谷翔平さんみたいな、はい、もうすごいすごいと分かっているんだけども、それを上回ってすごいということでありましてですね、はい、大谷翔平さん今年もピッチャーもバッターもすごいの分かるけど、バッターだけ選入したらまだ三冠を取る人になってるじゃないですか。ホームラン50本打っちゃうかもしれない、50本打っちゃう来年4割打つんじゃないかなとかですね、こうまあまあそうあるわけだから、そういうような感じっていうのは決して変わらないのかなということです。だからスーパーマイクロこうなってるとか AMD もありますけど、その後戻してますんで株価は、やはり相当すごいというふうには考えていいのかなというような感じで見ています。これ出遅れてたアップル減収減益で着地したんですけど、これ自社株買いとか他のファクターですよね。そうなんですね、アルファベットもそうとかありましたけども、これも1100億ドルってもう17兆円ですね、だからもう歴史上最大の自社株買いということでありまして、これで支えていると。ただこれはですね、よくその余剰キャッシュというかですか、はい、フリーキャッシュローの使い方ということで、まあ、従業員なのか株主なのかあるいは投資なのかというのがありますけども、
投資先ですよね、EV もそうですし、あるいは生成 AI に関しても相変わらず遅いですね、はい、あのマーケットがということなんで、もう少しそちらの方に回すべきではないかなというのは、やっぱり多くの方が思っているんだと思います。もうそれは分かったと、分かったと、もう少しっていうのはちょっとあるのかなと、生成 AI の取り組みがその6月 の、はい、あの年次開発者会議でありますので、そこを注視となると思います。で最後は大谷亮平を超えるかもしれない NVIDIA。そうなんですもんね、これはですね、5月22日決算発表、そうそう、もう神様仏様 NVIDIA 様ということで、はい、これ次第によってもがと、まあ、あの次のイベントはあの 今月15日の CPI、はい、それがその次があの NVIDIA の決算ですけれども、これ見るとですね、過去を見るとこれ大変いいんですね、過去の動きを見ると驚異的にいいんですよね。すごいですよ。もちろんあの株価が爆騰してるからそうなんですけれども、で今回もまさにその大谷翔平さんですね、あるいは今永さんとか言われてますけども、はい、まあ、こうなってくれると大いに期待ということで、ただこの決算後のこの右から2つ目の列ですね、はい、ここに関してはちょっとそのブレがあるんですね、マイナス13とかマイナス27とかいうのがあるので、あの事前の期待がそれほど強くなければいいのかなと思います、はい、今ぐらいの株価のところで決算をすごく出してくるとうわっとくるかなという感じですね。しかしこれ世界中からですよ、製品売ってくれって猛でに言ってるわけでしょ。そうなんですよ、凄まじいですよね。でもそうなんですよ。でね、あの新聞報道もありましたけど、 SK ハイニックスとかね、はい、あのマイクロンとかってあの次世代型のメモリー、あの HBM とか、あそこでももう来年売り切れてるとか、もうそういう状況なので、ここなんかひょっとしたらもうあの、まあ、5年後とか言わないですけど、2年間ぐらいも売り切れですとかね、言ってくる可能性もあるわけですよね、はい、それから大規模なあの設備投資に伴ってあの供給力が大幅に増しましたとかですね、であの生成 AI に関してはご案内の通り、あのクリティカルマスですか、はい、臨界点に達するまではそのガーファもどうも投資をするらしいというのがはっきりしましたんで、ですからそこに行くまではもうガーファは4社ですか、もう猛烈な競争体制に入っていますんで、まあそのガーファム その決算、投資の拡大に合わせてですね、はい、ここも業績が凄まじく伸びる、あるいは見通しが強くなるというのは十分にあると思います。なるほど、わかりました。小川さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。岩井コスモ証券投資調査部国際課小川浩一郎さんにお話を伺いました。